YTJP をご覧の皆さん、こんにちは、カリナです、今年はそうですね、勉強や部活や遊びやいろいろ高校生だと盛りだくさんやることがあると思いますけれども、今できることを大事にいろんなことに挑戦してもらって、一生懸命毎日を頑張って生活していってほしいなと思います。頑張って。